ということで、メモリー切れにつき、続きです、続きです。はい、同名詞ということからいきましょう、もう一回。で、同名詞っていうのはね、動詞の ing 形でした。ね、ですので、で、例えば、で、あ、で、名詞的用法でした。で、何々することの名詞的用法と、で、まあ、もうイコールで書き換えることができた。だから、I like to play tennis。私はテニスをすることが好きが、はい、ね、I like playing tennis なんて書いてあげても、同じなんね、同じように意味として取れたということでした。ただし、はい、やれ、なんたらかんたらなんたらが来たとき、動詞が、ハニーハニーハニーのときはですね、同名詞しか来ることができなかった。対して、なんたらかんたらが来たときは、不定詞しか取ることができなかったっていうのがあった。ね、あれもはい、ブツブツ言ってもらって覚えてもらいました。はい、ストップ。はい、ストップ。そして、エンジョイ。そして、フィニッシュ。はい、stop and finish が動詞に使われたら、つまりここはほらライブだったから別にどっちでもいいんですよ。不定詞でも同名詞でも書けた。だから stop and finish が来たら ing の同名詞しか来ることができないんです、目的語にね。対して I want とか hope が来たよ、ね、なんて言ったら不定詞しか取れないねということなんだね。はい、ということで、ね、同名詞との、まあ、書き換えなんていうのもやったけれども、やっぱりストップエンドフィニッシュ来たら ing にする、 want hope 来たらもう to しかないよね、いうところは、覚えておくという必要がありそうですということでした。ということで、途中で切れましたね。なんかおかしなことになってるかもしれませんが、まあ今一つね、頑張っていきましょうということです。次回がまとめのテスト、ね、不定詞、同名詞、まあこの辺を中心に見ていってみようねとね、問題を作っていってみます。こういった、この辺、こういうのもね、穴埋めで問題作っていこうかなと思いますのでね、しっかりこう書き出せるようにしておいてくださいということでした。はい、ではまた、さよなら。